こんにちは、中島薫です。今日は私のこの自宅でですね、アーメイのセールスマーケティングプラン、そして私の大好きなアーメイをですね、語るわけですけど、まあ本当に喋りたいことたくさんありますけれども、まあ限られた時間の中で、アーメイの魅力、を伝えたいなと思ってます。で、普段私はここでホームミーティングということで、ここで皆さんを前にね、話をするんですけど、今日誰もいらっしゃらないので、DVD のこれを見ているあなたに向かって、お話ししたいと思います。まあ誰もがそうだと思うんですけれども、ある日いきなり、電話がかかってくるか、もしくは会いたいということで、まあ、このアムウェイのね、話が飛び込んでくるわけですけれども、そのアムウェイをですね、最初から来るのを待ってる人って多分誰もいないと思うんですね。というのは、この話が来た時点で一体それが何か、理解できない。それがビジネスと言われても、大体自分が今仕事してますから、この自分が仕事を持ってる時に、また新たな仕事の話ということになりますと、大体皆さん敬遠する、もしくは困惑をするという、感じだと思うんですね。私は1982年、5月7日に、私の名前がアムウェイのコンピューターに登録されてるんですけれども、私はある日ですね、午後だったと思うんですけど、自宅にいる時に、紹介者、スポンサーですね、有馬七重さんから、一本の電話が来まして、アムウェイって知ってるって話だったんです。で、いつも、私はその七重さんの、仕事ぶりを見てました。カフェバー経営されてましたので、そういう彼女を見てて、その彼女が、なんか面白い仕事だというんで、まあとりあえず聞いてみようということで、話はですね、全部聞くことにしました。そして、とりあえずミーティングというものをね、見てほしいということで、青山メトロ会館ですね、そこに、まあ、行ったわけです。ところが入ってみますと、その小さな会場にですね、男性が私一人なんですよ。もう全員女性、司会をされる方も女性、そしてデモンストレーションも女性、そしてセールスマーケティングプランも女性、聞いてる人も全員女性で、私は一瞬会場を間違えたのかなと思うぐらい、その女性のする仕事を私に紹介したのかなと思ったんですけど、でも七重さんがそんな、わけはないと、これは男性も女性も両方できる仕事だということなんで、まあ、とりあえず断る前に最後まで聞いてみようと、そして最後まで聞いて、でそれで自分がどこが、やりたくないのか、なぜ自分はアムウェイを、したくないのか、それを理由を探すためにずっと聞いてたんですね。ところがその商品を見た時に、当時食器洗剤、掃除の洗剤、そういう日用品なんですけど、正直それを使ってみたいと心から思ったんですね。でこれを正直使ってみたいという気持ちになってますから、これが実はビジネスに、つながる話をしますということで、とてもこれは面白いなと思って、自分は最後まで聞いたら、まあ、見抜いたんですね。もうすぐに始めました。本当にね、こんな話が本当だったらどうしようというね、もうワクワクして、断る理由はもう全くなくて、今日からどのように雨を始めようかという、もうそちらの方のですね、もう自分の作業的なこととか、この雨について非常に関心を持ちました。で製品がですね、ほとんど洗剤だったと思うんですけど、ですからその洗剤からその向こうに何があるかということを本当にわからないと、多分このビジネスは参加する気にはならなかったと思うんですよ。で私は洗剤の向こうにね、必ず自分の、まあ、理想のライフスタイル、そういう生き方があるんじゃないかということで、早速アムウェイをね、始めることにしたんです。でまず最初の私がしたことは、とにかくすぐ商品を取り寄せて、まあ、使ってみたんですね。やっぱり使っているうちに、自分でこれはいいと、これは非常に高品質であると、これは人に喋っても恥ずかしくないと、むしろ教えてあげたら相手が喜ぶんじゃないかなというね、相手のために何が何でもこれ教えてあげないといけないという、私にとってアムウェイを人に教えるということは相手が喜ぶものであると、そしてそれにビジネスを付け加えて説明すると、これは一つのチャンスではないかという、そういう結論になったわけです。そこでまずしょっちゅう会ってる人には絶対アムウェイを教えてあげたいと思いました。なぜならば、私がアムウェイを一人で盛り上がってるよりは、みんなとこのビジネスを分かち合う、この楽しむことが大事なと思ったんですね。
で、このビジネスの最大の特徴は誰にもできるんですよ。これが私しかできないようなちょっと能力を追求するような仕事ですと、教える人を選ばないといけませんけれども、とにかく自分の周りの人、仲のいい人、日用品を使っている人なら、とにかくまあ相手がやるやらないということは別として、とりあえず自分から教えてあげるということが一番大事なことだなと思いました。ということで、私がですね、このアウェイのセールスマーケティングプランを最初に見抜いたというか感動したね、このシステムについて説明しますけれども、アウェイの製品を使う、それにポイントがついてる、点数がついてると。で、その点数がまあ貯まればいいわけですけれども、1ヶ月ごとにそのポイントを会社側がコンピューターでチェックをしてくれると。で、あなた個人、そしてあなたのグループ全体のネットワークのポイントが何点ですというのは、これがちゃんと分かるわけですよね。で、その点数に応じてボーナスを分配しますよということなんですよ。ということは、誰にもできる大チャンスがこのアウェイじゃないかなと思うんですね。で、ちなみに、ここの会社のですね、ボーナスがどういう形で何で出てくるかという根本的なものが分かってないと、なんかやっぱり腑に落ちない点があると思うんですけど、まず、普通メーカー、アウェイじゃないメーカーがありますよね。そのお客さんというのは、例えばテレビを見て、コマーシャルを見て、あのシャンプーを使ってみようとか洗剤を使ってみようということでストアに行かれると思うんですね。で、そのストアには問屋が入ってたり、代理店があったり商社があったり、こういろいろ中間流通というのがあるんですね。で、メーカーからどんどん、この中間流通も当然ビジネスですから、利益を取るわけで、最終的にお客さんのところに行くわけです。これが普通の流通のスタイルなんですけれども、アムウェイがですね、とっても面白いのは、この中間流通というのが全くなくて、あなたのお家に直接ダイレクト、直接あなたが注文されたものはお届けしますよというね。私今東京都内にいますけれども、だいたい2日ぐらい経てば頼んだものがアムウェイから届くわけで、そこで私はアムウェイの商品を使う。そしてアムウェイのメンバーになったメリットということで、だいたいこういう感じでしょうかね。要は安く買える。ですからアムウェイの製品が基本的にだいたい3割引きぐらいでアムウェイの製品が手に入って、しかも届けてくれるというね、日用品というのは必ずリピートしますから、届けてもらうのが一番です。暑い時とか寒い時にストアに行って買いに行くよりは、もうそろそろ切れるなと思ってアウェイに注文することによって宅急便で届くわけですから、なんと便利である。しかも安く買える。で、その商品はお店に置いてないんで、いわゆる欲しいという人に、お客というよりも基本的には友達ですね。仲のいいお友達がそれと同じものが欲しいとおっしゃれば、小売りをしてもいいし。中には本当に気に入ってるんだったら、あなたも私のようにアウェイのメンバーになって届けてもらったらどうですかって、約3割引きで買えますよという、自分と同じ状態になることをお勧めしてあげれば、この方はあなたと同じようにディストリビューターになることもできるということです。で、ここの間がですね、結局アウェイのエリアですから、このいろんな利益の中でアウェイが全部経費だとか研究開発とか全てのものを使うわけですけど、その中に私たちにくださるアウェイのボーナス基金というものがここから生み出されています。はい、それではですね、具体的に何をしたらそのアウェイのビジネスになるのか、何をすればボーナスがもらえるレベルになるのかという話をしてみたいと思います。まずアウェイのメンバー、ディストリビューターに登録をしないことに始まらないんですね。ここであなたがアウェイのメンバーになりました。そして登録しました。登録料が3600円、これは年によっていろいろ変化しますから、今現在は3600円払うとアウェイのメンバーとして登録できるんですけれども、そしてコンピューターに自分の名前が入ります。そして自分の ID ナンバーというのが出てきますから、その番号でアムウェイに商品をオーダーすると
あなたが1ヶ月間でどんなものをお使いになったか、それらの商品に点数がついてます。これ PV というんです。ポイントバリュー、そのポイントが実はどれぐらい貯まったかというのが分かるんですけれども、まあ、この表を見ますと、その3万点以上もしポイントが出た場合には、これらのパーセンテージ、これは何かと言いますと、自分がお買い物した金額、その中に BV というのがあるんですけど、まあ、これは詳しく後で聞いていただければ分かりますけれども、それに対してこのパーセンテージをかけたものをとにかくまあキャッシュバックというかボーナスということなんですね。でちなみにですね、1点は1円ですという例えでもし説明しますと、自分が1ヶ月間で買ったものがちょうど3万点あったと。ということで、まあ、1点1円というふうに計算した場合は、3万円のお買い物をしたわけですから、それに対して 3%。ということは、900円というものをボーナスとして自分が、もらえるということなんです。で、それがどん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 、この、まあ、バーがですね、ボリュームが上がっていくことによって、パーセンテージも上がるわけですけれども、一人で150万点を1ヶ月でアメ製品を使うなんて、とても、ちょっと考えられないですね。もうどんなに頑張ってもそれはなかなかいかない。で、アメが言ってるのは、お一人で150万点という点数を集める必要はございませんよと。あなたから始まって、あなたが口コミで教えて差し上げたその方たち全てがあなたグループとしての評価になりますよってことなんです。私これを聞いた時にすごい可能性を感じたんですよね。自分一人の点だけで評価されるんだったら大体もう知れてますよね。独身の男性が一人アメ用品を1ヶ月使うのと、6人家族がアメ用品、アメ製品を使うのでは1ヶ月の点数のボリュームが違いますから、これ家族の多いところが点数を出すわけですけれども、このアメの面白いのは、あなたから始まったこの口コミですよね。これがどん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 、それがですね、制限がないんですよ。お一人様6名までしか伝えてはいけませんとか、そういうのないんです。もう自由にどうぞと。もう5人だろうが100人だろうがどうぞということなんです。それで150万点集まるとどうなるかという、まあ、説明をするんですけど、まあこれはですね、やった人でないと絶対わからないところがあるんですけど、やらない人はこんなに人がね、自分から始まってそんなに人がメンバーになるんだろうかという、全くそこが想像がつかないと思うんですよ。でもね、最初の一歩が大事なんです。アメというのはもう始めてみるんです。やったことによってえっていうことが起きます。でもっとすごいのは、この方、まあ、例えばですね、私のまあ場合はですね、この方がシャンプーをとても気に入られた、ところがあまりにもそのまあ髪が綺麗だということで、それはどこのシャンプーを使っているかということで、これはアムウェイのサテニークであると。そしてそのまあシャンプーとコンディショナーをこの方が欲しいということで、ここで A さんという人が入っちゃった。でこの方はもう自分が使うだけだった。でもこの A さんという人が入ったことによって、 A さんからここでですね、生命保険のセールスマンの方が入り、ここからものすごく大きいグループが誕生してるんです。ですからこのビジネスというのは、一体どこで何が起きるかという、まあ、お楽しみも入ってるんですけど、私はこれ奇跡のネットワークって言ってるんですけどね、やってないと絶対こういうふうにはならないんです。ですからここでとても大事なのは、アムウェイのことを伝えるということがとても大事なんですね。で、やるやらないっていうのは相手が決めることですから、絶対自分で決めないように。やりそうな人が全くやらなかったり、この人はやらないだろうなと思いながら説明してたらやると。そして自分は一緒にやりたい人も今見つけてきたと。その人と雨を楽しみたいという人も出てくるわけですから、とにかく自分の頭の中で勝手に決めないこと。とにかく雨というのは自分の周りの人たちに教えてあげようという、その気持ちがとても大事なことなんです。ということで、それでは具体的にですね、雨のボーナス、自分がこうなったらこういうふうな収入が取れるという、ちょっと具体的な話を説明しますけど、まあ先ほど言いましたように、まずあなたがアーメンのメンバーになりました。そして頭の中で
いろいろ浮かんだ方がいろいろいて、その中で雨のメンバーを登録してくれたディストリビューターの方が A さん B さん C さん D さん5人の方、5人の方にとりあえず雨のことを理解してもらって、皆さんが製品も使うということで、そして共に一緒にまあスタートしたということですよね。それですね、だんだんまあ時間が経つわけですけれども、 A さんも伝えたい人がいて、この方もこの方もということで、ここでねネットワークができるんですね。でこれがですね、まあグループによって全く個人差があります。人によって雨がとっても大好きな方、あと製品を使うだけの方もいたりしまして、まあ、個人差があるんですけれども、ちょっとですねこれグループによって点数が違うという、例をしますと、 A のグループが1ヶ月で全部の皆さんの使った雨の商品のポイントがですね50万点、そして B は40万点、C が30万点、D が20万点、D が10万点というふうに全部バラバラのですね、結果が、1ヶ月締め切ったら出てきたわけです。そして、それらのですね、A さんチームはどれぐらいのボーナスを取るチームなのかということで、50万点ですから、ここでこの表を見ますと36万点以上のところに来てます。60万点までいってないんで、ここになります。 12% ですから、50万円の、点数は、まあ、さっき言ったように1点が1円という、これ仮説です、1点が1円ということで話しますと、50万点出たグループは50万円の製品を、使ってると。それに対して雨に50万円払ってるわけですから、 12% で6万円が A チームのボーナス、これは A チームの合計のボーナスです。 B がこのようにやりますと40万の 12% で4万8000、 C が30万点ですから 9% で2万7000、全部この点数によってですね、このパーセンテージのバーが違うんで、そこを、よくチェックしてみますと、そこのグループの、ボーナスの金額ボリュームが出るわけですね。さあ、あなたのグループ全体総合はどうなってるんでしょうということで、これ全部足しますと150万点のところに達しました。このボーナスの仕組みとして、まず自分の全体、グループ全体を評価する、そしてグループ全体がもらえるお金がまず出てくる、それに対してこれあなたが一人で取れませんから、グループの人に分配をする、その合計がこういうふうになる、そしてその差額があなたの金額であると。150万円の 21% で31万5千円がグループ全体、そして皆さんのボーナス、個々のボーナスのグループの合計が15万9千円ですから、差額があなたのボーナスになります。そしてこれはあくまでも 1.1 円で計算してますから、実際今どうなってるかと言いますと、まあ1点がですね 1.4 円なんですよ。ちょっと 1.4 かけてみましょう。かけたら21万8400円、まあ約、21万円のボーナスが取れたということです。ということは、あなたは150万点を達成したときに21万、こういう形でもし達成した場合には21万8400円。ちなみにです、これ私は、まあ30年以上雨やってますけれども、そうですね、150万点の点数を集めようと思うと、その数人ぐらいじゃなかなかいかないんです。まあ個人的に私は37人、グループが本当に雨の商品を使う、まあ雨ファンですね、雨の商品は大好きだと、でなくなったらすぐまたリピートして使うという本当に雨の大好きなファンクラブの人たちがあなたのグループで大体トータルで37人ぐらいいれば、まあ目処として150万点は夢ではないという、まあ私はそう思っても今日までずっと来てて、大体そのラインに行ってるわけです。ですから人数が少ないと150万点は厳しいです。でも雨のメンバーになる人がどん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 日増しに増え、そしてあなたも雨を伝える人がどんどん出てくることによって、この150万点というのはとても難しい数字ではありません。やればできるんです。ただすぐには難しい。ちなみにこの図を見ると、このグループは点は出てますけど、あなたは点が出ていないという計算でやってるんですけど、これはですね、絶対雨の人は自分の絵で使ったり、友達に教えたりしますから、あなたも点数が実際出てるんです。でその点数を追加して、ここで
合計して150万点があなたがもし3万点出てれば153万円かける21まで計算されると正確なものが出るところです。まあ、あくまでもこれは分かりやすくするために単純に50、40、30、20、10、そしてあなたがまあ一応これは0ということで計算してますけれども、あなたも当然雨の製品を使います。私も個人でですね、3万点は大体個人で3万点は出してますから、自分の家で使うものとか友達に分けてあげるとか、そういういろんな点数があるわけです。まあ、中には1万点の人もいれば5000点の人、これノルマがありませんので、何点使わないといけないという決まりは全くありませんから、本当に自分の自由なスタイルでこのビジネスを楽しむことができるわけです。さあどうでしょう、1ヶ月で150万点というとてもこういうバランスのいいグループを作り、21万8400円というボーナスが来るわけです。じゃあ来月このお金が必ずもらえるかと、これ給料じゃないんです。アメというのはこれをもらったからって必ず次の月にこれが来るとは限らない。場合によっては来月もっとアメを使う人がグループで増えたと、まあ、極端な方で言うと30人ぐらいの人がグループ全体で増えてきて、そこからまあ浄水器も売れたりサプリも売れたり日用品も売れたりということで、なんか想像以上の点数が出たということになると、当然30万円ぐらいのボーナスを取る方も中にはいるわけで、こればっかりは給料じゃありませんから、もうグループの点数によって、そしてその個々のボリュームによって計算されるこの仕組みっていうのはとっても平等なんですね。で、一見ですね、これを見た時に上にいる人がなんか儲かるんじゃないかというふうに、たまに勘違いする人がいます。なぜかというと、あなたを中心にして喋ったからですね。でもあなたがこうグループを作ってるから、あなたが一番上にいるというイメージがありますけど、これはもう別にどうでもよくて、ここがあなただとしましょう。そしたらあなたを中心にまた A だの B だのやりますから、結果的には同じ数字が出ます。というのはアムエはどこのポジションにいても、このような形をあなたから始まったグループを作れば21万8400円は取れるわけです。ですから先に入ったからとか後に入ったからとか全くそういうのは関係ないんです。もう始めるのに遅すぎることはありません。ですから今日これを聞いた方はぜひアムエのメンバーに登録して、そしてその高品質の商品をですね、使ってみて、そしてそれを、皆さんに話す、伝える、これがアムウェイの最初の、大事なことなんですね。さあここでですね、じゃあなぜアムウェイが150万点になってる人がたくさん出てるかというと、答えは簡単です。もうここにあるアムウェイの商品群の数々ですね、もう本当にですね素晴らしい商品があるんですよ。もうね、どれもおすすめしたい、あ、これもこれもこれもでも全部これもこれもだらけなんですけど、でちょっと個人的に言う商品はですね、トリプル X というやつです。これマルチサプリと言われてまして、とにかく21種類の野菜とフルーツをですね、自分がスーパーマーケットに行って毎日それを買って毎日包丁で切ってそれを毎日食べる、これはもう大変なことでございます。ところがこの、ニュートリアートのトリプル X というのは、ほうれん草、そして、クランベリー、そしてブドウ、アルファルファ、人参、ローズマリー、まだ他にもあるんですけれども、これらの商品を、とにかく有機農法で作り、そしてそれらを、全て特殊な技術ですね、水分を抜いて、中身を全部乾燥させて、そして栄養たっぷりの粉パウダーができて、それを粒にしたものを私たちは毎日こういただいてる、それと水を一緒に飲んでやってるんですけれども、まあこれ私の場合ですけど、画面を見てる皆さん、私何歳だと思いますか？私が私服を着て、いる時に大体ですね、年齢当てれないんですよ。実は私今63歳なんですよ。1952年3月7日生まれで、63歳には見えない。それで、まあ、2年前ですね、タイのロイヤルと食事をした時にですね、まあ、タイの、お姫様が年の話になって私の年を聞いて、それどうしたものかと、あなたがそこまで若くなってる原因は何ですかと。でも私はもう答えは一つです。私の場合はね、私はこのトリプル X プロテイン、アムエのいろんなサプリというものを、愛用してますから、これらのものを習慣づけてると、その食べたり食べなかったり忘れたりとか、そういうのじゃなくて、もう
習慣なんです。うちの食卓に必ず置いてありますから、もう食事と一緒にそれを口に入れると、それをずっと続けてるとこういう感じですよっていうと、それと同じものを自分も欲しいと、まあ、これはストアで売ってませんから、これメンバー登録されないと、購入できませんよということになると、すぐメンバー登録したいと。ですから、まあ、私はそういう意味でこのトリプル X というものを愛用することによって自分がアピールしてるかもしれません。私の場合ですよ。その他ですね、この中にはもう今日は時間の関係であれもこれも喋れないんですけど、もう教えたいものがいっぱいあります。このアーメの製品というのはやっぱりこれだけいいものを作れば人も使います。そして使って気に入れば喋りたくなります。ですから、その自信のない方、想像もつかない方、これは全くやってないからいつまでもそこに陥るわけで、まず一歩踏み出す、メンバー登録して番号を出して製品を取り寄せて使って本当に素晴らしいということを実感されて、そしたらもう人におすすめです。ですから、雨の商品というのは売るというよりおすすめしたくなるもののオンパレードなんですね。ですから誰もができる、そして誰もがこのビジネスによってライフスタイルを変えることができる、そういう、ビジネスですから、ぜひあなたもこのマーケティングに従って雨を楽しんでみてください。実はこの雨のビジネスというのはですね、まあ、素晴らしい、魅力がまだまだあります。それはあなたの雨のビジネスのその状況構築具合によってですね、このレベルに到達した方はこういうピンレベルがありますよと、まあ、それがシルバープロデューサーだったりダイレクトディストリビューター、そういう、ビジネスのですね、そのレベルによってアムウェイから用意されているものがあります。それでそれらのもので大体年収というのが、まあ個人差はあるんですけれども大体出せるんですね。ですからこの後この DVD が見終わりましたら、一緒に見てるアップラインの方、その方に実はこういうレベルがあるんだよということを実際にお聞きになられたらいいと思います。それがあなたの自分のですね未来にリークしますから。そこでですね、私はこれ個人的な話になるんですけれども、1982年にアムウェイのメンバー登録しまして、5年後、1987年にクラアンバサダーという、まあ、ピンレベルに達成したんです。でその後ですね、非常にユニークなことがいろいろ起きたことによって、で実はアムウェイの創立者とある一つの約束をしました。まあ、アムウェイの創立者というのはジェイ・バンデルとリッチ・デボスの共同創立者なんですけど、そのリッチ・デボスの方と、ある時食事をしている時に、私は実は、このダブルクラアンバサダーをやるというね、コミットをすることになるんですけれども、そこで、またアムウェイをですね、頑張ったんです。このアムウェイのビジネスというのは難しい話ではないんです。エメラルドの方はもう一回同じことを繰り返せばダイヤモンドになるというふうになってますから、同じ仕事をとにかく諦めずに続けていくことによって、それが、次のピンレベルにつながるわけで、何も特別に難しいものが出てくることは何もないんです。エメラルドの方は自分がやったエメラルドをもう一回やってみればダイヤになっちゃうんですね。そこで雨のリッチ・デボスが言ったことは、ワンモアクラアンバサダーということを私に言ったことによって、私は実はもう一回クラアンバサダーをチャレンジしたんですね。もうそれはとても楽しかったです。なぜならば、このダブルクラアンバサダーをやったことによって創立者のリッチ・デボスがとても喜んでくれるということを私は想像してましたし、彼もそのようなことを私に言いました。自分のセールスマーケティングプランを超えるディストリビューターが出るということは、もう本当にそれは夢のようだということも、もうリッチ・デボスがおっしゃったんで、彼の期待に応えたくて頑張りました。そして、まあ、ダブルクラアンバサダー達成したんですけど、そこで、アムウェイの、J バンデル・リッチ・デボスが、その共同創立者が特別に作ってくれたピンが、このダブルクラアンバサダーというピンです。まあ、このピンは現在世界では、オンリーワンなんですね。まあ、今後誰かが、達成したらこのピンをもらえると思いますけど、まあ、今の時点では、オンリーワンなんです。ですから私はこのアムウェイのビジネスをやったことで、まあ、いろんな思い出がありますけれども、このダブルクラアンバサダーをやったことっていうのは私のアムウェイのビジネスの全ての集大成でした。とっても楽しいです。仲間と分かち合えて、仲間の成功をそのそばで見れる、応援できる、お手伝いできる。でこのアムウェイのビジネスっていうのは You first, me second という、まあ、一つの考え方なんです。
まずあなたが成功してくださいと、そのあなたの成功を私はお手伝いしますよと、あなたが成功したことによって私もその成功の恩恵を私も受けることができますという You first, me second。 これは本当にそういう意味では今のこの現代社会の中ではひょっとして真逆のような発想かもしれませんけど、でもこの You first, me second というのはこのアメのビジネスのもう根底にある考え方なんですね。しかも高品質の商品を使うことによってそれらのものが実際に体験できるという、もうなんという素晴らしい仕事か、私はもうこれ以上のすごい仕事があるんでしょうかというぐらい、このアメのビジネスに関してはもう本当にプライドを持っています。このプライドを持っている私のアメをぜひあなたにお勧めしたいなと思っています。どうもありがとうございました。アムウェイっていう会社、すでに素晴らしい会社だと思うんですけれども、うん、これからこのアムウェイはどうなっていくと思いますか？まあ、具体的に例えば売上が今1兆円グローバルでいってるんですけれども、この間のその、まあ、全世界のクラアンバサダーのね人たちがワシントンに集合した時の会議では、とにかく10年後今のその全世界の DD の数を2倍に増やすのが目標ですというふうに歌ってましたから、それに関わってる私たちも素晴らしいことになるなと思うんですね。ただまあアムウェイの会社がどうなっていくかということは、まあとてもいい質問なんですけど、一番会社が、ディストリビューターに持っていることは、もうあなたが成功してくださいと、あなたが成功してくださることが一番嬉しいことなんですよというのが、まあ、この会社のメッセージじゃないかなというふうに思うんです。私も長年経験してて、ここの会社に、まあ、そういうふうに聞くと必ずそういう、コメントになっていくんですね。中島さんがアメを伝えるときに大切にしていることですとか心がけていることは何でしょうか？相手の人に対してですよね。例えばじゃあ、あなたがこれからアメを始める人だという、前提で喋、るとするならば、まずですね、自分もアメを始めれば成功できるんだっていう、そこを分かってもらえるように動くと思うんですよね。よくね、それはカオルさんだからできたんでしょうとか、それはカオルさんだから成功したんでしょうという人意外と多いんですけど、自分にもできると、そこが一番大事じゃないですかね。アメというのは自分たちは難しいんじゃないかなというふうに思う人たまにいるんですけど、もう誰もができるビジネスですし、要はこれができるということはもうあとは持続だけなんで、もう繰り返しリピートだけですから、そこで自分のなんか確信をつかんでもらうというところに動くと思います。アムウェイの会社の凄さとか、うん、このマーケティングプラン説明を聞いたときに、うん、本当にすごいなって、チャンスだなっていうふうには感じる方がいるんですけど、うん、それが自分が実際やってみようとするときに、そこに自分がなんかリンクできなく、そのイメージできなくて、うん、自分が成功できるとなかなか思えないんで始められないって方がいるんですけど、そうですね、その人たちの成功という一つの基準が、どこまでが成功かというのがちょっと個人的に価値観とかありますから、例えば子供の洋服が買えたということがとっても嬉しいという方は、それも成功の一つだと思うんですよ。ですからこの成功というもの、そんな大層なものに捉えずに、まあアメを始めたことによって変化していけばそれは成功の一つだと思うんで、絶対ね、アメをやってる人はそれをやりながら感じるんです。で、自信っていうのはその始める前につくものはほとんどなくて、やりながら自信がつく、何でもそうですけど、自信というのはやりながらつけるものなんですね。だから自信がついてから始めるというのは非常に厳しい考え方ですから、まず始めてみる、商品を使ってみる、ここからも成功の一歩が始まるわけですから、ぜひアメをスタートされることをお勧めします。